誰かがまた他の誰かをケアすることによって、まあ、ケアの網目ができる。こうしてその網目が全ての人を漏らさずに包み込む事態を理想しているわけです。つまり私が身近な人をケアするけれども、その誰かはまたその周りの人をケアする、こういうふうにネットを作っていて、でこの中に世界中の全ての人が漏れなく入るということを言いたいんです。ところが正義の倫理といいますか、普遍的な思考というのはそうじゃなくて、みんながこう一律にこだわられて平等に人間全て平等ですというふうにこういうふうに発想しているんですね。でこれはおそらく普遍性といっても描くことが違うわけです。でなぜそうなるかといいますと、もちろん私が全ての人間を等しくケアすることはできないからです。つまり一人のケアする能力には限界があるわけでして、だから私は身近なところでケアするわけですが、その、誰かがまた他の人をケアしてくれれば、いつまでか、いつまでかなんですけど、全ての人が漏れなくそのケアがあるということになります。で以上の対比から見えてくるんだとかと思いますけれども、ケア対正義論争とは単一の倫理規範としての正義とケアとの対立ではありません。それはちょっと乱暴な図も書いておきましたが、レジュメントも書いておきましたが、それはむしろ正義とケアという概念を取り巻いている複数の規範からなる倫理についての語り口トークの対立と見る方が適切です。まあちょっとまとめてみますと、正義は等しきものを等しく扱うように要請します。したがってエコひいきしないという意味での公平インパーシャルに、その限りで平等に、したがって普遍的に妥当する原則に即して、人々を尊重します。で平等に処遇されるものはそれらに共通する性質、例えば先ほどのハーバーマスの例では自立能力、オートノミーというのがそれになるんですけども、それらに共通性質を持っていて、その共通する性質を資格、あるいは権限、エンタイトメントとして自分が尊重される権利を主張します。で、自立能力を持つ存在であれば、その尊重される対象は人格、パーソンと呼ばれます。つまりこの場合には正義のもとに尊重される対象は人格というふうに呼ばれます。もちろん人格の間で等しきは等しく扱えることは、逆に等しくない人は等しく扱うことになりますので、その場合にはどうするかといいますと、値打ちというのがあって、それだけ交付される人、あるいは交付されない人、それはその人の値打ちに応じて決まってくるわけです。値打ちということが権限資格で、それに応じて尊重の程度を変えるという、あるいは対戦する程度を変えるということが正義になります。でこれに対してケアの倫理は誰もが傷つきやすく気遣われるべきだという認識から出発します。でケアの倫理はしばしば子育てをそのパラダイムとしており、で傷つきやすさとは究極的には放っておくと死んでしまうという可能性を示唆しています。でその対象はケアされるべきなのは、その対象がケアされる資格や権利や値打ちを持っているということ以上に、ケアされる必要、ニーズに迫られていることに基づきます。でケアする側は相手のニーズを読み取り、したがって本人が気づいてないニーズをケアする場合もあります。でもし相手に主張する能力があるときには、ケアする側には相手の訴えに耳を傾け、相手の特殊な事情を受け止める感受性が要請されます。でこうしてケアする力とゆとりを持つ者にはケアする責任が生じます。つまりケアする力とゆとりを持っているからこそ、その人にはケアする責任が生じています。で逆に訴えを聞き入れず放置すること、あるいは相手の資格や権利や値打ちを問うことで相手を跳ねつけたり、あなたはケアできませんというように裁断することは、ケアの対極にある振る舞いとして否定的になります。でこうして正義の倫理とケアの倫理は倫理の相対立する2つの描き方となるんです。でアネット・バイヤーで、ね、こ
これが私昔エイヤーと呼んだんですけど、これバイヤーっていうふうになってるんで、ちょっとよくわからないです。まあバイヤーにしてたんですが、アネット・バイヤーはケアの倫理の異議申し立ての正当性を4つの4つにまとめています。第一に、権利とか正義は歴史的には、まあ、奴隷に生産労働を委ねていた自由人とか、まあ、家事労働を女性に委ねていた男性の間に認められたものであり、まあ、それ以外の存在、つまり奴隷とか女性を抑圧する装置としても利用されてきたんだ、そういう正しい傾向を持っているんだと思います。でこの正しい傾向ということは、つまり正義ということを語ったと言ったからといって必ずしも不正義を認識する感受性にはつながらないではないかということを意味しています。で正義ということを言ったとしても、足元にある不正義に気づくとは限らないじゃないかと思います。第二に、正義権利は現実には対等ではない関係を対等に見せかけてしまう危険性だ。つまり力の不平等な関係は脇に見られてしまって、見かけの平等が語られてしまう。で第3に、これはリベラリズム批判に通じる主張ですけれども、まあ、近代の倫理は人間関係を自由に選択できるものとして描く傾向にあるわけですが、しかし実際の人間関係はそうではない、そこをちゃんと見なくてはいけない。で最後に、バイヤーはヒューム研究者なので、ヒューム研究者らしいこと言いますが、まあ、感情の持つ意義が正しく近代の倫理では評価されていないという点もあります。で以上からケアの倫理ということは、語られる正当性を持っていたということになります。でさて、先ほど申しましたように、ケアの倫理は男性に有利な利用を告発する点でフェミニズムに属します。しかしフェミニズムの内部からもケアの倫理に厳しい考えがされます。でここにも、ここでもケア対正義論争が展開されたんです。でケアを必要とする存在にはとりわけ子ども、老人、病人がいます。でこうした子ども、老人、病人の世話は歴史的に女性の手に委ねられることが多かったんです。でそうした現実の中で女性に固有の発達モデルを提唱することはかえって女性に特定の価値観や社会的役割を押し付けることになりかねません。しかも子育て、介護、看病の例からすると、まあ、想像できるようにケアは往々にして限度が見えず、ケアする側は疲れ切ってしまう危険があるんです。したがってケアの限度を設定する視点が必要ではないかという問いかけが出てくるんです。でこれをケアを求める権利の問題として解釈するならば、まあ、それは正義の視点になります。つまり、まあ、相手はこれ以上のケアを求める権利がないのだと、だからもうケアをしなくていいんだというふうな問題としてケアの限界を考えるんだったら、これは正義の観点からになります。でここにケアと正義の統合を解く議論が生まれてきます。でこれは最もな、まあ、少なくとも一見最もな見解です。でしかしこの見解はケアの倫理の主張を十分に咀嚼しているでしょうか。で私には疑問があります。というのはケアとは大切にする、気遣うことであると同時に気がかりを意味します。でこれは語源的にそうなんですけども、大切にするというポジティブな意味と気がかりという、まあ、ネガティブな意味。で A さんが B さんのことを気遣い、でそのことが A さんにとって過剰な重荷であるとしましょう。で私たちは A さんに、まあ、あなたはもう十分に B さんをケアした、まあ、それ以上しなくてもいいじゃないですかと言うでしょう。しかしその理由は B さんにはあなたからこれ以上のケアを受ける権利、資格、値打ちがありませんということでしょうか。まあ、その説明が適当な場合も適切な場合ももちろんあります。けれどもケアの倫理の語り口からするともっと優先する理由があります。それは B さんへのケアに疲弊してしまった、疲れ切ってしまった、燃え尽きてしまった A さんその人が今はケアされるべき存在だということです。つまり B さんの値打ちとか権利とかいうことよりもまず A さんその人が今ケアされるべき存在だから、
A さんに対して我々は、あなたはもう十分に B さんをケアした、もうそれ以上しなくても良いでしょうというふうに言う場合があるわけです。で、正義や権利という語り口は、まあ、助ける側の力が足りないために、まあ、それはすなわち助ける側もまたケアされるべき、ケアされるべき存在であるためですけれども、その助ける側の力が足りないために、現実に助けることができないという事態を、正義や権利という言葉を使いますと、往々にしてですね、助けられる側にはその権利がないというふうに混乱してしまうことがあるようです。まあ、例えば保険制度なんかはそうですけど、保険制度ですと、まあ、保険というのはもともと病気になった人を助けるということで始まったんですね。病気になった人が余地があるか余地がないかということは、まあ、問題はないんですね。しかし、まあ、今のように保険が破綻しか受けてきますと、結局これ以上は出せませんということを言わされているんですが、それを正義の語り口でやってしまいますと、もうこれ以上はあなたにはこの保険を使う権利、資格はありません、権限がありませんということなんです。まあ、例えば保険証を持ってきてくださいって、保険証を持っていかないと、まあ、病院がですね、非常に嫌な顔するとか、まあ、実際に今のようなことなんですね。で、まあ、これはもちろん全ての人を医療的に、対応することができないということはそうだとしても、そのことは資源が足りませんということなんだけども、資源が足りないという話が何かいつの間にかあなたにはその権利がありませんというふうに言い換えられてしまうということが、正義とか権利という言葉を使うとあり得るという、あり得るのです。で、ケアの倫理はまさにそこに議論を仕立てているわけです。で、以上私はケアの倫理と正義の倫理の関係を統合可能なものというよりも倫理の相対する2つの描き方として示してきました。で、この解釈が適切かどうか、それ自体が実際は争点なんです。で、ギリガの態度も両義的です。で、彼女は最初、道徳的成熟とはケアの視点と正義の視点を兼ね備えることだと考え、これをケアと正義の結婚と例えました。で、しかし後年彼女はケアと正義の見方を反転付けに例えます。つまり統合を放棄したわけです。で、私は多くの論者が結婚の方を支持するんですが、私は反転付けの方を支持しています。で、あまり詳しい説明はできないんですが、統合を主張するならば、正義の視点とケアの視点とをカバーする統一的な視点を提示しなくてはならないはずです。で、私の見るところ、そのような統一した理論は提出されておりません。単にケアも大切で正義も大切だと言っているだけじゃ理論とは言えないんです。で、それは当たり前なんですね。で、そういうことでお茶にもしてでもしょうがないのじゃないかと思います。そうですけど、一か特殊ですけど、まあ、それは、まあ、で、しかし統一視点がなくてもですよ、統一理論というものがないとしても、一人の人間が二つの視点を、もちろん同時には無理です、反転付けですから、ひっくり返るんですから、同時には無理であっても2つの視点を取ることはできます。まあ、同一の人格はケアの視点と正義の視点とによって、それは切り替えることによって状況の見え方を反転させながら、まあ、その個別の状況に対する最も適切だと思われる態度や行為に近づいていくことはできなくなります。例えば正義の倫理から見ますと、私が親切にすることはもしかするとおせっかいとかパターナリズムだというふうに言われてしまう可能性がありますし、ケアの倫理からすれば、私がその人をまあ、なるべく触らずに守ることは、まあ、冷淡だとか無関心とかいうふうに見られます。で、それは片方の見方と風景が違って見えてしまうわけです。で、我々はそれを切り替えながら、ここでくらいが適切なんじゃないかという落としどころを探っていくことはできます。例えば生活の中ではそれをするわけです。ただし、それに対してこうしなさいと答えるような理論はないのじゃないかしらというのが今の、私の現状認識です。で、その場合にどのような態度が適切か、どのような落としどころが適切かを教える見本が用意されているということも期待できません。私たちはアリストテレスの徳倫理が描くような共通の価値観を持ったポリスに生きているわけではないのですが、まあ、アリストテレスというような手本となる良き人、まあ、つまり正義とケアの両方の視点を兼ね備えた徳ある人ということを、もはや私は期待することはできませんので、
ここでアリストテレス的な人格形成の話をすることも決めています。まあ、しかし、我々は人生の個別の場面においてケアの見方と整備の見方を判定するからこれが適当なのではないかしらと模索することができます。でそして私はこのように対策統合は語るべきではないと考える理由は、まあ、何よりもギリガンの本の題名は、まあ、ディファレントボイス、もう一つの声だったりして、もともとディファレント、差異を強調したメッセージなんです。で、日本版のケアの倫理に基づく社会哲学の可能性があります。しかしケアの倫理は正義の倫理と並立できることを広い射程を持った倫理理論が理由でしょうか。まあ、コールバーグ派の第3の反論にあるようにケアは家庭や友情のような親密圏だけだとする射程の狭い考え方と批判されています。でこれを論破するためにケアの倫理の論者たちはケアの倫理に基づく社会哲学ないしは政策論を語り始めました。でそれは同時に男性イコール公的、女性イコール私的、つまり家の外にいるのは男性で女は家の中に閉じこもっていたというその二分法の打破でもあります。でここではバーニチア・ヘルトを参照します。それは一面に私の、まとめた文章で引用しますが、まあ、ヘルトはケアと正義をいずれも必要としながら一層基礎にあるのはケアだと考えます。というのはケアこそが生きることを支えているからです。それはレジュメの方の2行目ぐらいですが、ケアを要求するのは正義、生きることであり、ケアなしには我々は他の何者も持ち得ないと、バージニア・ヘルトの、ケアの倫理、まあ、個人的、政治的、グローバルというそういうことなんですが、そういうことになります。でここから、次の段階にそれが書いてありますが、経験界の住人である限りの人格は異形の真の対象ではないとするカント主義者に対して、ヘルドは、ケの倫理は逆に経験界の存在としての新生児を異形の対象とするとまで言い切ります。でしかし、まあ、それだけですと、生きるっていうことが全ての価値の基盤だって言われることに過ぎなくなるんですが、もう少しヘルトが踏み込みまして第3ラグに行きますと、第3ラグの1名の方の第3ラグの1行目の引用を見ますと、個人の権利の担いとして価値付けられる個人や自由国家における市民よりもお互いを共同体の仲間として尊重するに至ることのケアリングする社会的関係の方が基本的に先行するということです。つまり何言ってるかと言いますと、合意や契約によって社会的関係が結ばれるとしても、それ以前に私たちは誰と関係を結ぶのかを決めなくてはないと。でその時点では私にも相手にも関係を要求するだけの資格とか権利ということはまだないわけでして、で、そうすると資格や権利が人々を結びつけることではないとすれば何を結びつけるのかといえばケアだというわけです。でなぜケアにそれほどの広がりが期待できるのかといいますと、まあ、誰もがかつて何がしかは、まあ、母親をはじめとする他の人間からケアされたことがあるからだというふうにヘルドは主張します。それはレジュメの最後の理由ですが、なぜケアなのかと、その鍵はケアの倫理はケアされた経験という経験に出だしており、それより連帯の拡大にあったという説明に関わるというわけです。でケアを根底に置きます と、これはちょっと引用が長くなりすぎるので、もう端折っちゃったんですが、市場のグローバル化ということも違ったふうに見えてきます。これはヘルドの議論です。グローバル化とはヘルドによれば、人間の相互依存の広がりを表しています。したがって、グローバル化した市場の中で関わり合いを持つ相手は、利潤を追求する合理的な計算によるだけではなくて、その根底ではケアすべき相手として見ることが要請されます。これは面白い議論だと思いますけど、まあ、例えば日本でもですね、スーパーマーケットに行くと、まあ、鮭だったらノルウェー産とかチリとか書いてあるんですね。ノルウェーとかチリの人と私たちは直接知り合うわけではないとしても、その人と、まあ、その人たちと私たちの間は相互依存の関係だと。そうするとそれは、まあ、ノルウェーの鮭が安いから買ってくるんだというふうな経済的な利潤追求で、そういう人たちを見るのではなくて、まあ、
なんて言いますか、相互依存関係にあるんだから、私たちはその避けない避けないノルウェーの人がチームの人とかオクラナオクラを作ってくれるタイの人とかそういう人と相互依存の関係にある以上はその人たちをケアする相手として見るべきだというのがヘラトの考えです。で、まあ、ケアの倫理に基づく社会哲学、まあ、これはヘルドダクセフ・モディングスもそうなんですが、それはこのように特に1980年代からつい最近まで力を振るってた市場原理、まあ、リバタリアリズムに対する、まあ、批判という立場を取るものです。さて、それで5番目のところに行きますが、しかしこのようにケアの倫理の社会哲学の批判する対象がリバタリアンズムに修練されているとするならば、逆にケアの倫理が批判している正義概念はあまりにも狭いのじゃないか、つまりリバタリアンズムの正義のことを言っているんじゃないかという疑念も生まれてきます。で、ケアの倫理が生きるために満たさなくてはならないニーズを基礎において社会哲学を構想するとしても、ニーズは満たされればならないという発想はすでに正義の名のもとに語られているのではないかという疑問があります。で、実際現在分配的正義、ディストリビューティブジャスティスという概念が語られるときには、まあ、往々にしてロールズの正義論が連想されるわけですね。で、ロールズの正義論が登場して以降、セーフティーネットを支える再分配のシステムが分配的正義という名のもとで、まあ、思い浮かべられているわけです。だとすればケアの倫理の要求を正義という概念で語ることも可能ではないでしょうか。で、この観点から正義概念の歴史を変えるとしましょう。で、それはバイヤー、先ほど引用しましたバイヤーのように、正義という概念が疑わしい系譜を持っているかどうかを、まあ、ちょっと垣間見ることにも。で、こんなに昔まで遡らなくてもいいんですけど、アリストテレスに遡りますと、授業のことで、先ほど須藤先生からお話がありますけど、3点の人気が何かで、ものすごく大勢来てまして、大会の授業で、とりあえずアリストテレスから話をしていますと言ったら、4、5人がさっと出てきたので、なかなか面白かったので、言ってるのに、その色を書いたんですけど、なるほど。考えてると現代哲学講義だったので、アリストテレスって言い出したので、仕事になったのは、まあ、もっともかもしれません。まあ、だからアリストテレスですね。というのは、分配的正義という概念はアリストテレスに由来するからです。で、しかし、アリストテレスはこの概念によって、ロールズの言うような、最も恵まれない人々の状況を改善するための再分配を語ってないことも、また、もう歴然として明らかです。で、アリストテレスによれば、分配の根拠は、その人間の身分なども含んだ広い意味での性格に備わる価値、アクシアでした。で、生きるために必要なものは自分では満たせないから、だから他人のケアを受けなくてはないというその状況はどんなふうに見ても積極的な価値ではありません。つまり取り柄とはならないです。で、だとしますと、アリストテレスの考え方からすれば、現在言われているような恵まれない状況にある人々を援助する政策がそこから出てくるわけはありません。で、次にヒケロを見ますと、ヒケロは社会を支える2つのロゴスとして正義と親切なし寛大なし慈愛を挙げています。で、正義とは何かと言いますと、ヒケロによりますと、他人を不法に傷つけないこと、および公共のものと私有物と区別することというふうに書いています。で、これに対して親切なし寛大あるいは慈愛は、まあ、ケアされるべきものへのケアを要請するように見えます。しかしヒケロにとって、この親切はあくまで正義を超えてはいけないものでした。で、彼は他人に施す親切は自分の能力の限度内でやれと。で、あんまり他の人に親切しすぎて自分の家族に残すべき財産を減らしてはいけないということまで言ってまして、つまりあくまで正義の範囲内で親切ということが語られたんです。で、ここから社会政策、つまり弱者を助ける社会政策の道があるわけはありません。で、古代を離れてキリスト教道徳に赴けば、その中で弱者を助ける慈愛、チャリティが奨励されていたことはもちろん言うまでもありません。しかし、倫理的規範全体の中ではアリストテレス以来の伝統通り、正義、ユスティティアが最も優れた徳の地位を示しています。で、トマス・アキナスは正義と観光、リベラリタス、心の広さ、
寛大の寛とは寛大で私の潰されてないですね、あの広やかなこの寛大で寛と、それから熱いの寛とですが、リベライタスを比較して、で正義こそが根底にあると論じています。で、なぜならば第一に寛公心の広さ寛大は本人だけの得だけれども、正義は共通善に属している。第二に寛公が及ぶ範囲は限られているけれども、正義は万人に適用される。で第三番目に寛公、つまり心の広さ決まりの良さを示すためには自分の所有物を持ってないといけないんですが、自分の所有物が所有物として確定されるのは正義なんだから、だから寛公よりも正義の方が基本にあるというふうになります。つまり寛大な心の持ち主であっても必要に迫られた人々を全部救うことはできないんだとトマスは言うんです。でそれゆえに寛公、心の広さ、寛大は後の言葉に言う不完全義務、つまり完全には果たせない義務にとどまります。したがってトマス・アキナスは人々を援助するかどうかは、貧しい人々を援助するかどうかは本人の意思に委ねられており、万人に要求できる正義ではないと考えています。とはいえトマスは緊急に必要な時には盗みは許されるとも論じています。でその理由は後の正義論の推移を思うと興味深いです。すなわち全ては神の創造したものである以上、本来は誰かの所有物であるはずはない。ただし神は人間が生きるための必要を満たすために、人間よりも下等な造物を用いることを許した。これは神の正義、自然の正義であった。で、人間が下等な造物を所有して良いのはそのためですけれども、人間の間で誰が何をどこまで所有できるかは、これは人間同士の取り決めだと。つまり人間同士の間での正義にとどまる。そこである人が命を失いそうなほど緊急な事態に陥った時には、人間は生きるために人間以下の被造物を用いてよいという神の正義ないし自然的正義が発行する効き目をです、ね、つまり人間的正義、人間同士の正義を執行する効き目をした。したがって命を失いかけている緊急事態の人を助けるのはもはや本人の選択の自由に委ねられているわけではなくて、正義の要求するところなんだ、つまり完全義務だという面白い議論をしています。けれどもトマスはこのような緊急事態はあくまでも例外的な措置として認めるのであって、ここから一般的な原則として貧者を助ける社会システムを描き出しているわけではありません。むしろトマスはかなりその緊急事態を狭くとっているんです。まあ、ちょっと言いますとトマスはですね二人引用してるんですが、グレゴリウス9世法令集によりますと、緊急事態というのは飢えて着るものがないって言うんですね。でもう一つはアンブロシウスの説教が引用されまして、あなたが独り占めしているのは飢えてる人々のパンであるっていうのが引用されます。でこの二つ見ますと、特にアンブロシウスのあなたが独り占めしているのは飢えてる人々のパンであるということを引用すれば、社会的にはもっと今風に言えば社会民主的な主義的な対応に通じてもいいんですが、トマスはそっちに行かないですね。やはり所有物の正義の方が重視されるわけでして、トマスはその飢えて着るものがないとか、あなたが独り占めしているのは飢えている人々のパンであるということ以上にもう少し限定しまして、危険が迫っていて他の方法では対処することができないのかと、つまり裸でお腹が空いているだけじゃダメだと、危険が迫っていてということが入ってつまり、これはトマスがこういう事態を、特に例外的な措置として見たいと、一般的な人間同士の正義がやはり所有物の正義が、守らねばならないという立場に立ったことが分かります。で所有と労働と結びつけたのは言うまでもなくジョン・ロックでした。でロックは創世記の中の神の言葉、「埋めを増やすうちに満ちよ」は神が